こんにちは。前回は、この、ネズミ捕りを作りましたが、今回はこの罠を作って、紹介したいと思います。タラバサミですね。それではまずは作っていきます。今回は、ブレンダーなどは使わず、ユニティ内だけで作りました。検索して出てきたものを見て、試行錯誤しながら作っていきます。綺麗な噛み合わせの仕方など、意外とやってみないとわからなかったりしました。ネズミ捕りと同じで、トラバサミにも色々と種類があるようですが、今回作っていくのは最も基本的なものだと思います。ウィキペディアによると、罠にかかった動物の苦痛や、鳥や人間が誤ってかかることに対して批判もあり、日本では原則使用禁止となっているみたいです。そんなトラバサミですが、いろいろなゲームに登場したりしているのが原因かわかりませんが、なぜか形や見た目だけは私も知っていました。しかし、動作する仕組みは私も知らなかったので、今回調べて紹介します。完成。わかりやすくするために少し色分けします。さて、動作の仕方ですが、簡単です。中心部の丸い部分に体重が乗ると作動します。動物が足で踏んでしまうとひとたまりもないということですね。私が身をもって動作を確認します。うほ。私じゃなければ耐えれませんね。では細部を見ていきましょう。罠をセットする前はこんな風になっています。まずはこの部分ですが、鉄を無理やり折り曲げた感じだと思ってください。ある程度以上、さらに折り曲げようとすると、バネのように戻ってきますよね。ハサミが閉まるのは、この力を利用しています。なので、罠をセットするときは、まずは足でこの部分を踏んでおきます。次にこれです。これは自由に動くので、一旦外側に向けておきます。この状態で、ハサミの部分を下ろします。ハサミの部分は特にバネなどないので、軽い力で動かすことが可能です。そしたらストッパーを戻して、踏み台を起こします。踏み台とストッパーがこんな風に引っかかり、トリガーの役目を果たします。この状態で押さえている足を離しても、ストッパーのおかげで、ハサミが閉まりませんね。そして体重がかかって、ストッパーが外れると、バネの力で輪っか部分が持ち上がり、ハサミを閉めます。どうでしょうか？動作の仕組みがわかりましたかね？では、また何か面白い罠などありましたらコメントお願いします。